皆さんこんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はモンド名古屋からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは飯村店長です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回紹介する車がこちら。はい、アバルトセッタンタ、はい、695 70周年アニベルサリオ。アニベルサリオ、はいはい、長すぎて時々間違えたやつ。そう、長いよね、はいはい、よくご紹介させていただくのは、はい、割とシンプルめなのとか、はい、つい先日なんかもう引き算のカスタマイズで聞いたんですけど、はいはいはい、今回はもう真逆というか、引いてる、割と足し算、引いたり足したりちゃんとこう引いたりもしたよ。引いたり足したり。気づいてないだけじゃないの。あ、本当引いてるんです。若干足し算かな。最近気づかないもんね。本当ですか。飯村さんのところに車を持っていくと、はい、みんなこうアメタの高額ホイールをはめられて、はい、こう全部引き算されちゃうのかなと思いきや、いや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 、ちゃんとこう、はい、振れ幅大きく、はい、お客様と相談して、もちろんです、いろんな車が作れますよということで、はい、ちなみにでもこの車は2度目の登場なんです。そうなんですよ ね、聞いてびっくりしました。そう、実は過去モンドチャンネルで、ね、はい、一度ご紹介させていただいているという。そう、酒井がね、はい、それボンド名古屋に遊びに来ましたみたいな動画ですよね。でたまたま確かあって、うん、珍しい車なんですよっていうんで撮らせてもらったんですよ。ということで再びの登場になるんですけども、はい、これちょっとオーナー様にも触れておきたいんですけども、はい、オーナー様他にもたくさん車をお持ちの方たくさん持ってます。聞いたんですけども、はい、そうするとあのもう完全にこれ遊びの車というか、そう、本当に遊びの車でサーキット持ってったりもするし、そうなん、そうなん、本当になんかこうおもちゃ的な使い方をしている車。じゃあなおさらなんかこう割り切って、うん、そうですね、こう他のメインの車じゃあんまりやらないようなことも、うん、まあ、全然遊びの車だからちょっと試しにやってみるかみたいな、うん、そう、なんか極端な話、なんかフェラーリとか例えばランボルギーニとかでこうある程度こう上のクラスに行くとなんかこうつけるものってどんどん減ってっちゃうじゃない。まあ、元はかっこいいですし、ね、そう、純正でなんかカーボンパーツついてたりするから、なんか足すって言っても、まあ、もちろん伸びていくとかあるけどそんなにこう大きく足していくこともないし、で車高を落としてタイヤホイールでとか、まあ部分的に塗ったりしたら、ああ終わっちゃったみたいないや終わってないです。かっこいいのが出来上がりましたねってなる。そうそう、まあ、まあ工程としてはね、はいはい、なんでだこういうのは逆にこうなんかミニとかと同じようなイメージ で、ね、結構部品もたくさん出てるし、ゴールがないですよね。そうだから、そうそう、もう自分の好きなようにできるという、そう、だからそれがあってこう長く持ってるっていうのもあるのかもしれない。なるほど、かなり遊べる車ということで、うん、で今回本当にいろいろカスタマイズされているということで、はい、まあ、車も珍しいんですけれども、はい、ちょっとそのカスタマイズした部分も含めてご紹介させていただきたいと思います、はい、じゃあ前回りからやっていきたいんですけど、はい、前回りはこれリップとかはこれは、はい、社外品のカーボンリップがついてます。なるほど、はい、ここら辺がカーボンになってる、はい、でこの中の実はインタークーラーも変わって。そうなんですか。はい、そう、え、なんすか、はい、やってますよ、はい、やってます、やってます。確かにそういう部分も遊べるんですよね。見た目だけじゃないです。なるほど、はい、ちゃんと走りの部分、それほぼ見えない。あ、見えます。見えますね、はい、黒いこの大型のインタークーラー、はい、大型インタークーラーに。なるほど、変わってます。なんかノリというか雰囲気なんかミニと近いですね。そうね、そうね、そう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 、リップつけて遊んだりとか、そう、インタークーラーでそのチューニングの部分に触ったりとか、うん、この辺なんかもしっかり変わってます、うん、はい、そしてあとこの辺塗ったりとかして塗ってます。はい、ここが黒くなってる。はい、黒く、はい、で基本的には、まあ、こういうちょっとこうレーシングな、はい、アバルトの中でもレーシングな車なんで、まあ、サテンの黒を使って、なるほど、はい、ギラギラさせるんではなくて、ちょっとトーンを落とした引き算をしてます。あ、ここは引き算なん、引いてます、はいはい、そしてもう一個引き算といえば、はい、あるはずのものがないと、はい、ここに象徴と言われるね70周年のサソリのマークがあったんですけど、はい、今回潔く、はい、ご了承いただいてファンの方からは何てことをしてくれてるんだろう。そうですね、はい、これをしっかり剥がす、はい、ただやっぱりあるなしでイメージ違うんで、うん、まあ、好みによってまあ、シンプルに仕上げたい方は、まあ、いっそのこと剥がしちゃっても。そうで今回たまたまそのフロントフード一面だけあのプロテクションを張り替えたの。あ、なるほど。でその時に、まあ、剥がれてしまいますよっていうのをご了承いただいて張り替えてるんで、なるほど、まあ、すごくこうすっきりしてるし、うんうん、僕的にはもう最初からこっちの方がいいかな。なるほど。だからミニなんかもストライプが定番ですけど、うんうんうん、割とこう思い切って剥がしちゃったりとか、うん、まあ、そういうきっかけでいろいろやったりするケースもあるんで、はい、もうこの辺触ってるとだいぶイメージが違う。はい、あとヘッドライトなんかも若干これスモーク入ってます、ね、スモークの、はい、プロテクションが
貼ってあります。この辺なんか傷防止にもなるんで、そうね、こうやって色味入れていただいてもいいですし、うん、透明もありますから、ね、あります、まあ、この辺なんかも触っていただいて、あとは面積もそうなんですけど、こうこうなって、こうなってるじゃないですか。そうそうそうね、出っ張ってるっていうかね、うん、だからまあこの辺早めに貼っといていただけると、これも買う、はい、結構しますからね。そうね、まあ、この辺ガードにあるんじゃないかなと。はい、前回りはこんな感じですか。そんな感じ、まあ、エンジンがちょっとあの ECU のチューニングをやってあったりとか。あ、そうなんですか。パワーアップと、あとバブリングというのが入ってます。じゃあしっかりエンジンも触って、はい、あとこれも確か前回こう色を入れたんです。あ、そう、そう、あの後入れで、あのボンドボディで部品だけ送ってやってもらいました。これ割とこうアバルト定番のやつなんですよ ね、 そうね、うん、はい、こんな感じ。これもできますので大きいアップということで。そして横に回っていきましょうか、はい、横はしっかり単造ホイール入ってる、はい、単造ホイール、これちょっとらしいなと思ってしまいました、はい、ホイールの方が BC フォージドの HCA384、はい、そうです、はい、こちらがさっきあの呪文のようにあの唱えて覚えてましたけど、 BC って難しいよね、種類いっぱいあるし。そうなんですよ、そう、あの頭のアルファベットもいろいろ種類あるし、あ、後ろの数字もいろいろあるんで、そう、 S がつくやつもあるんで、 R ね、あのピアス出るやつね、 なかなかいろいろ販売してるとごちゃごちゃになっちゃう感じしますけども、ね、うん、こちらの10本スポークですかね、はい、2ピースなんで、このリムとディスクの、ね、そうです、2ピースです。これ色絶妙っすね。そう、ブラッシュドブラックのセンターディスクにブラッシュドブラックのアウターリム、アウターリムっていうかリムか、リムですね、はいはい、これ外側グロスじゃなくてブラッシュドブラックなんですね。そうです、同じ色になってます。若干素材感が透けてる、そう感じの、うん、はい、そしてこっちのディスクの方も若干素材感が、そうですね、そしてこの辺こうえぐれているようなデザイン、はい、凝ったデザイン、はい、そして4ケツももちろんもちろんいけちゃうということで、はい、でブレーキやっぱり大きいんで、うん、あのミニの時もそうだった、まあ、何かとミニを引き合いに出して、あ、そうそう、ね、選択肢がね、なかなか、ね、大きいこういう対向キャリパーがついてる車でコンパクトカーってなかなかホイールの選択肢少ないんですけど、うん、まあ、その辺もこうかわすように作れるんですよね、うん、はい、オフセットが指定できるし、フェイスがね BC の場合なんだっけ A、B、C、D、E、F、G とか、このディスクがこうものすごいね、こう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 みたいな、そう、はい、フェイスがものすごく細かく設定されてるんで、そういう意味ではいろんな車種に対応してるんじゃないか。アメリカ製のホイールって結構3種類ぐらいしかなかったりするのが多いけど、BC はやっぱりそれだけ細かく設定してるっていうのはすごいなと思います。だからここをもっと攻めてくれって言えば、まあ、物理的に、うん、まあ、削れ削れないとか、うん、もう合成取れる取れないありますけども、できる場合もあるという。そうですね。で当然オフセットも、はい、指定できるんで、はい、まあ、つらつらにもできる、はい、で、あとはカラーなんかも今回このブラッシュドブラックでこう両方揃えてありますけども、色変えたりだとか、うん、色も本当にいろいろありますから、うんうん、最近だとあのちょっと素地感残した、あ、ブライトクリア、あ、ポリッシュみたいなやつね。そうです、はいはい、そんなのもあるんで、はい、まあ、いろいろ本当に遊べるホイール、はい、そしてあのアバルトみたいなちょっとこう台数少ない車なんかでもこうスペックが分かれば作れるので、送ればね、だ割と珍しい車作ってたりしますよね。あ、レアななんかそのヨーロッパ車とかアメ車とか、はいはいはい、だからホイール俺の車レアで車ホイールがないんだよなっていう方もご存在いただけると、うん、まあ、いろんなのが作れる可能性があるということで、そうですね、 BC フォージド完全にかなりおすすめでございます、はい、そしてタイヤはしっかりミシュランなんです、ね、もちろんですもちろんです。ただサーキット行くときは純正に履き替えてる。あ、なるほど、うん、じゃあこれはもうストリートの、そうですね、はい、見た目を優先して街乗りするときにはこのホイールを履いてる。これタイヤめちゃ重要っすよね。タイヤはね、はい、もう口酸っぱく言ってますけど、タイヤは思うんですけど、本当にあのタイヤって今結構安い大陸製のものなんかもあるじゃないですか、うんうん、でしっかりこの辺の役付きの車とかせっかく高いホイール入れても、うん、あれこれどこのタイヤすかってなってくると信頼性的にもまずこう、うん、まあ、実績がないから心配なのもあるし、ね、やっぱり見た目的にもだいぶ変わってくるので、はい、この辺タイヤに合わせてしっかりしたものを選んでいただけるといいんじゃないかな、はい、でやっぱり名古屋店だとピレリとか、あとはミシュランなんかご紹介させていただく機会が多いんですけど、うん、各メーカーどこでも大丈夫なんですよね。もちろん、はい、今地でも国内外問わず、はい、ヨーロッパ系、国内、日本、はい、いろいろご提案できますのでご相談いただければ、はい、そしてあとはどの辺を買ったのか。足を、あ、はい、なるほど、はい、これないんでしょ。ここカーベのバージョン3で。バージョン3入ってるんですか。はい、入ってます。マジですか、はい、高級品じゃないですか。当たり前じゃないですか、当たり前じゃないですか、はい、じゃあもうなんちゃってじゃないですか。なんちゃってじゃない、本当に走るやつなんですね、はい、
でカーベンのバージョン3っていうのはその伸び縮みで減衰調整できるということで、はいはい、まあ、最近だとなんかもう純正供給してたりだとか、うんうんうん、つい先日ゲレンデの足めっちゃいいんですよって言ったのも、ね、でもカーベンだったりとか、はい、まあ、今すごく勢いになる一流品のサスペンションが入って、はい、これ車高も名古屋店車高になってますね。そうです、はい、なってます。あのこのちっちゃい可愛いアーバルトが余計なんか可愛い感じのスタイルになってます、ね、はい、コンパクトになってます。これもちろん上げ下げできます、調整できますんで、はい、参考にしていただけるといいんじゃないかなと、はい、であとは、はい、横は割とシンプルというか、塗ってます。あ、塗ってんすか。はい、はあ、これ自然すぎてでしょ、素通りしました。はい、アーバルトここまで塗ったんだ、へえみたいな。もともとシルバーみたいな、はい、サテンシルバーっぽいシルバーだったのを、はいはい、まあ、塗るってなると選択肢として、まあ、同じように前と同じようなサテンブラックとか半艶の黒か、まあ、同色で、今回はもう基本的にすっきりさせたかったんで同色で塗りました。なるほど、はい、一体感めっちゃあります、ね、めちゃめちゃあるね、はい、自然、うん、そしてこれここだけプロテクションが貼ってあるんですか。が貼ってあります。なるほど、はい、やっぱりこう爪で傷ついちゃったりするんで、なおさらその日常の足として乗ってるかっていうところであれば貼っといていただけると。これもいろんな車貼れますよね。はい、はい、このタイプのドアノブであれば貼っていただける。こういうタイプだったらここだけも貼れます、ね、貼れます、はい、はい、いろいろご相談いただけるといいんじゃないかなと思います。そしてあー、ここ、引き算、引き算、ここ、あ、ここですか。はい、ここもデカールが入ってたんです。そう、あの695っていうエンブレムとその70周年のエンブレムが付いてたんですけど、剥がしました。はい、はい、なんで ものすごいすっきりすっきりしっかりここも引き算ということで、はい、引き算してます、はい、なくなってると。まあ、もしあの必要であればパーツで出ますよね。出ますね、はい、シャタ板が必要になりますけど、はい、なんでこの辺なんかも、まあ、思い切って剥がしていただくなんていうのもいいんじゃないかな。はい、そして後ろも同じく、はいはい、これ4本通しですよね。4本通しです。ただリアはリア用にちゃんとこう、はい、ディスクが違うやつなんで、はい、結構コンケーブするんですね。そう、びっくりしました。そうなの、結構この手のサイズの車でそんなに幅もないんで、うんうん、あんまりこうコンケーブしないかなと思ったらリアは意外とコンケーブするということ、はい、まあ、キャリパーもちっちゃいしね。なるほど、はい、こんな感じになっております。そして後ろ、はい、後ろこれさっきもあのメカニックのことを話したんですけど、はい、これ立てるんですね、やっぱりみたいですちょっとそこに関してはキャップのごつばみたいな。あ、なるほどね、はいはいはい、これアバルトパチンっていう、はい、これ調整はもちろんできるんです、できます、はい、でここもなんかあの同じ色で、なるほど、はい、このグレーがこの中に入って、はい、入ってます、はい、そして後ろ下に行くと、はい、ここも塗ってある感じですね。塗ってあります、はい、で塗ってあってここに500って彫ってあるのを埋めて、はいはい、え、埋めたんですか。はい、埋めました。はあ、はい、これ埋められるんですよ。埋められます。で塗った、はい、でこっちも塗った。土台を塗りました。なるほど、はい、黒で塗されてます。はい、そして下のこのカーボンの大型のディフューザーも車外の交換した、はい、ものに。これでかいですね。はい、結構こっちの辺まで、はい、入ってる感じで。そしてマフラーなんかはこれ、セットアンダーのノーマルのやつ、ね、そうです、はい、こちらノーマルが一番いいって話なんで。あ、そうなんですか。そう、なんか変えると逆に音質が下がっちゃったりとか、音量ちっちゃくなっちゃったりとかっていう話。もともとメーカーチューン的な車ですからね。そう、はい、割ともうノーマルがいい音なんで。なるほど、ノーマルのじゃあもう外装はなんかノーマルとというかそのノーマルのアバルトのいいところを残しつつ、うん、まあ、ちょっと足し算したり引き算したり、そうです、まあ、あと足らないものは足し算して仕上げたら、はい、こんな感じのエクスタイルになっております。はい、はい、じゃあ続いて内装も、はい、いつもは内装あんまりカスタマイズしてないんですけど、はい、ってこうあんまり内装ふわっとご紹介させていただく機会ですけど、今回メインが内装。メインが内装です。内装といっても内装を見ていただきたい、はいはい、こちらになります。はい、じゃーん、強烈正直者土屋は正直に言いますよ、はいはい、飯村さんからこの写真を送られてきた時に、はい、ラピュタみたいなんか何かに例えたがるよね。苔むした感じ。そう、すごいインパクトじゃないですかこれ。すごいインパクト。いや、パネルだけとかなら分かりますよ、うんうん、今回これ全部張り替えてるんですね。全部張り替えました。もう本当にフロアカーペットとそのまあ、エントランスというかこうスカッフ的な部分以外はほぼ、まあ、あとステアリングはほぼ残しで、エアバッグだけ一部張り替えて、ほぼ張り替えました。はあ、はい、これダッシュボードも、うん、このグリーンのスウェード、うん、
で全部張り替えたメーターフードもそうだしこのダッシュもそうだし、はい、これじゃあ張り替え業者さんに出してそう全部分解して全部分解して、はあ、全部張り替えて作り直しじゃないですか。そうなんです。でドアも全部こう張り替えてると。 そのアバルトってすごいいい車だと思うんだけどドアも全部プラスチックなのね。ノーマルが、はい、なんでそこがやっぱりこうどうしてもまあ、プラスチックって結構傷が入ったりね、はいはい、で傷が入るともうどうしようもなかったりするんで、まあ、こういう張り替えをしてしまうとものすごく高級感がある。確かに内装なんか海外のなんかチューナーコンプリートみたいな。そうそう、だから今回その張り替えたいんですって言われてどういう感じにしましょうかみたいな話をもらった時に、まあ、車のキャラクター的にやっぱこういうキャラクターなんでちょっとこうレーシングな感じにしたいなと、はい、いう風な思いがあって僕の中ではその 600LT とか、はい、あの 76LT とかああいうその全部アルカンターラみたいなもうここもあっちも全部アルカンターラみたいなそういうイメージが、まあ、一番いいんじゃないかなと思って全てアルカンターラで張り替えてる。これ屋根もシートもレカロですけど、はい、これも全部張り替えて全部張り替えてます。でステッチなんかはこれ絶妙に色入ってるんですよ。そうクリーム色みたいな色は白にしない。そう真っ白はちょっと避けたくては中和してくれるようなクリーム色を使って、はい、まあ、レカロの刺繍とあとステッチの一部入れてます。そして後ろの座席も張り替えて、はい、後ろの座席も絶対誰も座らないと思うんですけど張り替えて、まあ、A ピラー、B ピラー、C ピラー天井もっすよね、はい、天井もっすね、はい、確かにこういうちょっと特殊な素材入れるんであれば、うん、もう全面やらないと、うん、そうなの。なんか5割ぐらいだとそうそうそうおかしくなっちゃうんで本当に全部すべて本当にフロアのカーペット以外全部張り替えられてるの。センターのあのコンソールもそうだし。そうあのセンターコンソールも結構厄介なの。あそうなんですか。そうどうしてもやっぱりそのバラせないというか、はい、張り替えの場合ってこう巻き込まなきゃいけないでしょ、はい、絶対に、はい、だからそのドリンクホルダーがあったりするとパネルとして一体になっちゃってると。あなるほど、ね、プラスチックだったらこう境は感じますよね。そうそうそう表面とこの中とばらけるんだったら張りやすいっていうか張れるんだけどこれが一体型のものだと奥まで行くっていうことができないんでだその一部一番前にあの物入れみたいなのがあるんだけどセンターコンソールにでこれはあの今回潰しちゃいました。なるほど。 どうしてもそこは張り切れない、はいはい、もう一体成形だったんでね、うん、なんでそこは潰しちゃったんだけどドリンクホルダーとかは全部活かせたんで、はい、であとスピーカーグリルに関してもここ本来もともとドアパネとグリルが一体だったんで、はいはい、そうなると貼れない。なるほどな。要は巻き込めないんで、はいはい、なんで一回そこくり抜いてもらってグリルを後からつけてもらう。じゃあ張り替えに適した形状に作り直して貼り替えてる。そうそうそう細かいっすね。細かいでしょ。はこれさすがの内装職人さんの仕事っていう感じですね。そうだからもう本当に難しいよね。その僕らもある程度信頼している業者さんにニュアンスだけ伝えて、うん、あとお任せするってなるしお客様からももうほぼ任せるわって言われたんで、まあ、ある程度僕らも自由に一番いい状態でお渡しできる。ここはあしてここはあしてここはあしてこうしてっていう風な指示も逆に言うとオーナーさん自身ができないんで、まあ、僕らに任せていただいて一番ベストな状態でお返しする。なるほど。だ今回そのコラムとか、はい、あと、まあ、ステアリングとかも、はい、まあ、貼ろうかなとも思ったんですが、まあ、メーターパネルとのつながりもあるし基本的にはちょっとこうプラスチックな部分が残った方が雰囲気が逆にいいかなと思って、うんうん、あえてそこは残してなるほどそれ以外の部分を張り替えてと。ここはあくまでその操作系の部分なんで。そうそうそう。まあ、確かにこれ全部やりだすとそうシートのベースどうなのかって始まっちゃいますからね。そう、はい、ある程度のところでこうとどめてあのメリハリをつけてあげた方が逆に自然に仕上がるかなと。じゃあ外装だけじゃなくて内装もご用命いただければ、はい、こんなぶっ飛んだのから、はい、まあ、あとはもう逆に本当にツッキリうん、ちょっとだけなんていうのもできそうですね、うん、まあ部分だけっていうのももちろん、はい、ただまあこの手の車にこの車に関してはそうですね、もうやるかやらないかみたいな。ただ価格がやっぱり価格じゃないですか、はい、セッタンだって多分皆さんが思ってる以上に
あの知ってる方であれば納得の金額ですけど、うん、多分初見で見たらえそんなするのって金額じゃないです か、うんうん、だかそう考えるとやっぱりこれぐらいの内装の方がまあしっくりくる感じは確かにします。そうだからそのベースの車としてものすごくいい車だしお金がかかってるところっていうのはかかってるとは思うんだけど内装がねちょっとね寂しかったんでこれであのすごくいい全体的にトータルで見てもいい車になったかなと思います。こんな感じになってます、うん、はい。いや今回めっちゃ面白い車でしたねこれ。でしょ、はい、だからその足してるだけじゃないっていう、はい、うん、なんかちゃんと足し算引き算、はい、まあ、なんか別に引き算が正解なわけじゃないし、あ、もちろん足し算が正解なわけじゃないし、うん、なんかやっぱりバランスだなと。そう、そしてやっぱりこの辺のコンパクトな車って遊んで楽しいなっていう、そう、やっぱ乗って楽しめるっていうねあの部分も あると思うし、その車を触ることカスタムすることで見た目が変わって楽しいっていうのもあると思うし、な両方ね楽しめるんですごくこういい車いい素材だと思います。で途中で話出しちゃいましたけどこれアバルトだけじゃなくてもミニとか、うん、あとはスマートも、うん、まあ、作ってないですけど、うんうん、スマートのブラバスのやつとか、うん、あの辺でこんな感じで遊んでもすごく面白いんじゃないかなと思います。いい、ね、うん、もう何でもボンド名古屋にご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。